豆がうちの基本のだしだからね。だし、うん、これで何でも作るからね。毎日あの時々変えるけど、その時その時でも大抵もだしを足しながら、天ざるとかが出て、夏はいろんな種類のお野菜が、夏野菜があるからね。
いたい12から13食分ぐらいかな、1回1枚で。切れてしまね、一日やっぱり行楽シーズンだけはこれは 10回はあのね、10回ぐらいは外の自動販売機も両方入れなかったらね、中と外の両方言ったら結構外にたくさん入れるからね。Thank you.
少々避けといて。全部乗って、明日朝来たらね、これに火を入れて、うん、一晩常温で寝かしとくみたいな、うん、してるだけ。スペシャル大盛りを。これが普通の普通用です。
見えがあれやったんや。お水って近から、あ、この下ですか。
あげ、あの、一個、あの、きつねって、あれで、100円の、いなりがいいかな。地元産のお茶やから。土曜日とか3人ぐらいですか。土曜日、そうやな、もうちょっと忙しになったら朝のお母さんを忙しい時に呼んで、あとは畑でそれこそここの、あの、あ、お野菜から全部作ってきて作ったりしてくれるから、だから、でも、もうお母さんがもともとしてはったからな、ね、忙しい時にすぐ飛んでましたら飛んできてくれるからな。ここもあの、嫁いで来る前からあったんですか。私が嫁いでくる2年ぐらい前にできたんよ。それまではここトンネルができたから、それでここの土地ができて、それまではここは山やったから、ね、あ、なるほど、うん、あの手前に温泉があるじゃないですか。ああ、あるね。あれ、いつ頃まであったんですか。あ、ここ10年前ぐらいやった、うん、今やってないです。今やってないな。あそこもあの私らでもっと大きい、もうちょっと大きい人が夫婦で食堂してはってんけど、温泉横に来て、トラックの運転手さんとかも来たり、ドライブインみたいな、そうそうしたりしてはったし、まあ、こっちの方が駐車場が広いからな。
出るんじゃないかな。あ、ごめんなさい。はい、そこ火つくからそっち座る。あ、そうですね。どこ行くから。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。